はい、中年オタッキーです、ネタはいろいろ転がってるんですけどね、ネタにしようと思ってたカメラ持ってくるのを忘れてもうね、早くね、あの動画作んないとどんどんね、撮った写真が、季節外れになっていくんですけど、まあ今日は仕方ないんで、仕方ないっちゃ仕方ないっていうか、結構ね、ご要望が上がってたのもありまして、こいつの動画にすることにしました。これね、東芝のね、デジタルカメラ PDR2300 っていうモデルみたいです。これね、ただ200万画素のデジタルカメラなんですね。これのと、まあこれのね、この200万画素の、デジタルカメラで写真撮ったらどんな写真撮れるんだろうっていう、興味がある方も多分いると思いますんで、動画にしていきたいと思います。それでは本編スタートしていきます。はい、このね、PDR2300 東芝のね、コンパクトデジカメなんですけども、もう今になってはね、知られてる、知ってる人はもうほとんどいないような状況になってると思いますけど、調べてみるとね、東芝ってその CCD を結構自分のところで作ってたみたいで、まあこれがね、自社製の CCD かどうかちょっと調べても出てこなかったんですけど、まあおそらく自社製の CCD を作っていたであろうということで、で、東芝さんはね、その最初 CCD も作ってたし、そのこういうね、デジカメも作ってたんですけど、儲かんなかったんですよね。2003年ぐらいにね、もう撤退してるみたいで、最後はなんかコンパクトデジカメで500万画素ぐらいのね、やつ作ってたみたいなんですけども、まあ、2003年でコンデジで500万画素って言ったらなかなかだと思いますね。2002年の、ニコンの、なんだ、D100、D100 が600万画素、APS-C のね、あのセンサーサイズで600万画素なんで、コンデジはもっと小さいですから、なかなか高画素機を作ってたみたいです。で、 CCD ですからね、もしかしたらね、発色とかもいいのかなと。で、これ SD カード使えるんですね。古いカメラにしては SD カードが使えるんですけど、注意しなければならないことは、現代の SD カードは使えません。僕たまたまね、2ギガのマイクロ SD カードたまたま持ってまして、で、このマイクロ SD カードのアダプターに入れたら認識してくれましたけど、16ギガとかね、32ギガとかのね、SD カードはね、まず認識しません。SD カードがね、こんなにね、でかいファイル、でかい容量になるっていうね、ことは、2002年とか2003年の時点ではね、想像できてなかったんですね。で、当時のね、2002年とか2003年やったらもう、32メガバイトとか64メガバイトとか、メガバイト単位の、まあ SD カードになったと思うんですけども、コンデジとしてはこれ SD カード初搭載機ということになるらしいです。とりあえずね、どんな写真が撮れるのか、これね、一応撮影モードいろいろあるみたいなんですけども、もう画面がちっちゃくて見えないんで、もうとりあえずオートで全部バシバシ撮ってきました。でも適当に撮った写真なんで、まあ、適当な写真になっちゃうんですけど、とりあえずね、枚数だけは結構撮ったんで、枚数たくさん、上げていこうと思います。それではちょっと、作例の方をご覧くださいませ。
はい、ちょっと作例見ていただけましたかね。以前の動画でね、200万画素ぐらいの、デジカメだと、L プリント、L サイズプリントぐらいでは全然綺麗だっていう話をしましたけど、まあパソコンのモニターで見る限りではね、もうちょっと大きくプリントしても良さそうですね。キャビネぐらいは全然楽勝でいけそうです。英語でもいけるかな。ただね、パソコンの画面で見ても分かるんですけど、これよりもちょっとでも拡大したらね、こんなちょこっとで拡大したらもうドットが出てきます。さすが200万画素ですね。ただね、200万、皆さんが使うサイズ、写真のサイズを考えたらね、まあ例えばスマホでインスタグラムとか、プリントするにしても L プリント、それだと200万画素で足りんじゃねえのっていうような気もするんですね。で、今回このカメラで写真を撮って一番驚いたのがね、写真1枚あたりのファイルサイズです。今回ね、 JPEG で一番高画質で記録したんですけど、200キロバイト、1枚のファイルサイズが200キロバイトとか、そういう単位なんですね。現状のね、一眼レフのデジカメで、2000万画素、3000万画素とかって、もう軽く10メガぐらいね、JPEG でも行くんですよ。で、たった200キロバイト、でね、写真を保存できるっていうのはね、これね、通信とかも軽いですし、案外200万画素でもいいんじゃないかっていう気にもなります。十分ね、見る限りね、こうパッと見る限りは十分シャープですし、意外にもね、古い CCD センサーでも、まあ、発色がいいんだなって、まあ綺麗な写真撮れるんだなって思いました。で、これをね、現代使いこなそうと思ったら、やっぱりね、Wi-Fi が必須になってくると思うんですけども、東芝のね、フラッシュエアとかで、まあ、SD カードですから一応入ることは入るんですけど、ファイルサイズ、まあ、容量がでかすぎて認識しないんで、これちょっと PQI エアっていうのも、どこ行った？今ここに挿してる。PQI エアっていうのを持ってるんですけども、それはね、マイクロ SD カードを入れ替えることができて、小さいマイクロ SD カードでも Wi-Fi 使えることは使えるんですけど、 PQI Air をこいつに入れても残念ながら Wi-Fi の電波を出すことはありませんでした。これ電波が出ればね、面白い、ところだったんですけど、なんでかって言ったら、スマホでね、写真を保存しまくってる人で、大半の人が、スマホの容量が苦しくなってくると思うんですね。で、コンデジをね、使って、コンデジを使ってね、写真をたくさん撮って、で、コンデジの方にその写真を保存しといて、いざシェアするときに Wi-Fi でそのスマホに飛ばすっていう使い方はすごくね、効率がいいと思うんですけども、このカメラは残念ながらその用途では、使えないみたいですね。 Android 携帯でそのマイクロ SD カードが、使える機種でしたら、マイクロ SD カードを挿してそのデータを、スマホに移すことができますけども、まあ、残念ながらね、Wi-Fi は飛びませんので、 iPhone とかではもうそもそも通信ができない、ということになってくるので、一遍パソコンに入れるっていう形になりますね。はい、今日の動画はね、ちょっとこんな感じなんですけども、もうね、トラック新車に乗り換えて困ってる、まず何が困ってるかっていうとね、ハンドルの上にパソコン置けなくなったんですよね。ハンドルがちっちゃくなっちゃって、で、今これバッグ、着替え入れるバッグを置いてね、なんとか保持してるんですけど、すごくね、使いにくくなって、でトラック自体もね、ツイッターではつぶやいてますけど、これまっすぐ走んないんですよ、このトラックね。新車のくせにね、洗い目と狂ってるんですよ。なんとかしろよって話ですけど、まあ、この仕事終わったらね、日産ディーゼルさんにね、入ろうとは思ってるんですけどね。まあ、今日の動画はね、そんな感じでちょっと適当な形になりますけども、また次の来週ね、またフィルムカメラのね、動画をアップしていきますんで、それまでお待ちくださいってことになりますね。来週はね、多分ね、二眼レフのミノルタフレックス、タイプ3かの動画になっていくと思います。それではまた、次の動画までお待ちください。今日はちょっと適当な動画になっちゃいましたけど、短い動画になってしまいましたけど、ほんで月末ライブね、もしかしたらやるかもしれませんので、期待して待っててください。チャンネル登録ね、この辺かな、チャンネル登録ボタンもありますんで、またチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。